とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーで出てきた装備、これ、使っていこうと思います。これですね、呪いの斧。黄金が、虚無に、そして、エンチャントで、重力もついてるんだけども、今まで重力付きは使ったことがあるんですよ。重力なしで行きます。この斧系は、重力なしの方が強いらしいのよね。痛みサイクルでしょ?で、リフレッシュ。そして、クリティカル。この構成でやっていきたいと思います。行くぞそれでは、薄暗いジャングル行きますね。初期 HP が1に固定。そして、アイテムボーナスのエンチャントを持ってる。で、モブが、クリティカルを持ってるってやつですね。なので敵の攻撃が結構痛いのでそこそこ注意していかなければいけません。まあ特に問題ないかな。やっぱアイテムボーナスいいね。地味だけどもやっぱりパワーポーションとか出てきてくれるのですごく使いやすい。これはいいね。でもちろんキャプテンは探しながら行きます。おお、痛い。これは序盤から結構キャプテンがいるタイプかもしれない。もともとねここキャプテンはいやすい場所なんだけども序盤からいてくれると嬉しいな。いや、いないか。意外と道がね大きく分かれてたんでいるかなと思ったんですけどね。いないか。いや、もう一個上に大きな道がある。そこにいるはず。いるでしょここ。どう?いない？いないんかい。絶対いると思ったんだけどな。いないか。あとか。いたー。やっと1体目だ。ようやくいましたね。で、脅威。これ、今回6体いるかな。もしかしたらいないかもしんない。いた。この先か。ようやく2体目。遅いよ。今回はなかなかいないね。で、できれば最初の方に脅威が出るんじゃなくて、神秘の方をね、出して欲しかったんだよな。またいた!やった!ラッキー。同じ場所にいた。オッケー。ちょっと待って、雲がうっとい。これちょっと、切れるな。あぶねえ。しゃあ。オッケー。なんでしょうかね。頼む。いいやつ来て。モブダメージ 60% 増加。まあ。当たり枠ですね。行きましょう。こっちいそうな感じがする。いるでしょう。いた。しゃあ。オッケー。でも、脅威か。あと2体ですね。この洞窟の中はね、ここ基本的にいないのよ。ここは基本的に道中にしかいないので、先に進みます。あと2体、頼むよ。いた!よっしゃ!頼むよ。危ねえ!相当痛いな。なんだ!クリーパーに変わるか。はい。結構きついかな。でもあと1体はおそらくゴール手前のところだね。あそこいると思うので行ってみましょう。よし、もうちょっとでボスですね。ボスじゃないな。もうラストステージです。もうボスはいません。オッケー。まあちょっとねこのクリーパーになって若干きつくなったけどね。いけましたね。最後のエンチャが何になるか、それがちょっと楽しみですね。強制戦闘なる前に倒しに行こうか。先に倒しに行っちゃいましょうか。そうするとちょっと面白みが出るんじゃない。
よっしゃ。できるだけ周りのね、あのツタは取っておきたいのよ。できるだけそれでリフレッシュをね回復させたいので。いたーいたー、やっぱりいると思ったよ。ちょっと待って、きつい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 。よし、 OK。 うん、まある程度まず倒してからだな。おっしゃー、ラスト、なんだ、略奪者に変わるか。ああ、大したことないですね。これは楽にいけるでしょう。まあ敵次第だな。うん、敵次第。なんか変なのがいっぱい出てきたらさすがにちょっと無理だけど、よし、普通のやつだったら全然余裕です。敵の HP が増えてないからね。おお、さすがにダメージはでかい。よし、オッケー、いくぞ。よし、痛いな、やばいかも。やべえ、ちょっとツタを倒してリフレッシュを貯めてきましょう。オッケー、この周りのツタはね、あの保険なのよ、保険。よし、オッケー。で、これで終わりかな。あっぶね、死ぬかと思ったわ。霊気がついてる。やべ、ちょっと待ってよ。よっしゃ、ナイス、ツタをいっぱい出してくれてありがとう。よっしゃ、もう終わりだね。まだか、やべ、最後の最後死にそう。あと1回死んだら終わりです。ちょっと待って、こういう時はちょっと手前に戻って、おい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 、やめろよやめろよ。よし、なんかツタないか、ツタがもうちょっと出てきそうな。あー、あぶねー。はい、終わり。はい、ということで、今日はこれですね。呪いの斧、重力なしを使ってみましたけども、うん、コメントにあった通り、この斧系は重力いらない。うん、重力なくて、火力を増していった方が全然使えますね。で、やっぱりね、痛みサイクルいいね。痛みサイクル。やっぱり、たまに出る、5回に1回か。5回に1回出る超ダメージ。あれがね、すっごい役に立つ。まあ、ダイナモでもね、全然いけるとは思うんですけども、痛みサイクルもいいね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。